これってなってる。おはようございます。今10時ちょっと前です。今日はですね、朝早くに、JCOM というところからですね、作業の方が来て修理を、こいつの修理をしていただきました。これなんだか教えるとですね、防災用の、アラームが鳴るやつですね、JCOM に変えた時に、これが導入されたんですけれども、それが2年前で一度も鳴ったことがないんです。そんなわけないはずなんですよ。2年の間に、震度4ぐらいの地震はあったわけだし、ということで、直してもらったら鳴るようになったようです。ここに時計も、これ時計便利だな。ということで、これをやるためにですね、実はこのいつものテーブルの下です。ちょっと光ってみないね。はい、ここをきれいにしました。お分かりになるでしょうか。ちょっと汚く見えるね。すっからかんにしました。ここにキャリーとか、入れてたんですけども、これもちょっと溶かして、すっかりこうガランドになったところに、今まさにジャン君が入って探検してたんですけれども、ここ猫部屋になります。ちょっと汚いのであれだけど、この棚ですね、でっかい棚の下に空きができました。よいしょ。この線も同軸のね、太い線がこれ結構強力なのね。まあいい状態で、送ってこようということなので、いい同軸ケーブルだと思うんですが、硬くてなんか扱いにくい。さあジャン君、あなたの場所がまた一つ増えましたよ。どうですか、行ってみませんか。はい、ジャン君、ジャン君、ジャン君、お兄さんが来てる間、ジャン君ビビってテーブルの下ここ入ってました。ポンちゃんは意外にずっとちょっと怖がってる様子だったけど、あそこにいました。あ、それでね、キャリーケースをこういうところに出しました。こことかこことか、このキャリーケースは、以前の場所にあるときは、入るには入るんですけど、何かの時にね、さっと持って出られないので、ちょっとこうやって簡単に出る場所に置いて、この人たちに使ってもらおうと思っています。ポンちゃん、場所いろいろ変わったからチェックしてくださいね。ん？何これってなってる。なんだろうね。匂いついてるでしょ。うん、場所変わったんですよ、ポンちゃん。あ、切ってくれる。ポンちゃんは偉いね。偉いね、ポンちゃん。ジャン君は？ジャン君も入って。さあ、これで自分から入るので。スッと閉めて病院に行けます。よかったね。ジャン君もポンちゃんが入ってみたから、ジャン君もちょっと確認。あ、そうそう、こっちにもある。そうそうそう、そっちにもある。ジャン君も、あれ、ジャン君はしないの。ジャン君、ポンちゃん出たよ。棚の下を掃除できて今日は嬉しい朝です。さあご飯食べよう。あんり、パンちゃん、はい、向こうの部屋で寝てたんでしょ。
目が覚めたら寂しいのかい。あんちゃん、はい、はい、ポンちゃん、はい、はい、ポンちゃん、どうした、はい、うん、にゃんにゃん、遊んでほしいってこと、へい、持ち上げた、はいはい、どうですか、嫌なの、ポンちゃん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 、いるよ、動きません、ポンちゃん、何で遊べばいいの、よいしょ、こういうのかな、よいしょ、これいかがでしょう、行かないね、こういうことじゃないってことなの、よいしょ、はい、ポンちゃんが欲しいのはこれですね、うん、はいはい、はい、はいはいはい、うん、ポンちゃ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 ん、うん、ポンちゃん、うん、ふんふんふん、どうですか、今のどう、いい感じ、ああ、やってきた、そのスピードになかなかついていけないんだよ、うん、ふん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 、へへへ、へへへへ。
ポンちゃん。ポンちゃん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 、良いですか、これで。もういいですか。満足。ポンちゃん、ポンちゃんお帰り。昼間ずっと隣の部屋にいたポンちゃんです、ポンちゃん、ポンちゃん、あ、カリカリ入れといて。うん、ちゃんくん、はい、そろそろ寝る時間が近づいてますよ。うん、ポンちゃんもおかえり。帰ってきた。窓際のひんやりしてんじゃん。結構寒かったでしょ、君。風もあるし。うん、ポンちゃん、ポンちゃんもなんか一日中撫でられる感じになってきたね。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ジャン君はあそこの隙間に入っています。広くなったでしょう。ちょっと暗くてよく見えないけど。